二代目、市川佐団寺10月19日から1940年2月23日は、明治、大正、昭和に活躍し、歌舞伎の近代化に尽くした歌舞伎役者。東京生まれ。屋号は高島屋、縄文は山章に、左、河門は松川美氏に大水田。拝命に強化、松むしろ。本名は、高橋栄次郎。初代、 市川左団寺の長男。1884年4月に初代市川ボタンを名乗って初舞台。1895年7月に二代目市川小米に改名。1898年4月に二代目市川延生を襲名する。父はその4年後に死去したが、明治座の座元を受け継ぎ。1906年9月に二代目市川左団寺を襲名。 襲名披露の興行が大当たりで収益をもとに9ヶ月の欧米視察に出た。歌舞伎役者として活動する傍ら、作家の幼い薫と共に翻訳劇を中心に上演する自由劇場で演劇革新運動を行った。1912年には明治座を売却し、小畜専属になった。また、1928年にはソ連で史上初の 歌舞伎海外公演を行った。1940年死去。妻は、あさり鶴竜のおばで、元芸人。実習がなかったため、松竹会長の大谷武次郎の仲介により、一代、限りの約束でサダンジの名跡は、未亡人が見込んだ四代目、市川おめぞうによって襲名された。サチンのサチン定劇自由劇場夜の宿。サダンジは、松井松葉と共に、 欧米視察に出かけ、海外の新しい演出法や工業法を見て大きな刺激を受けた。歌舞伎界の革新を志して帰国後明治座を改良しようとするが、周囲の反対で失敗。その後、幼い薫と意気投合し、開演制の自由劇場を始めた。自由劇場は1909年11月に有楽座で第一回公演を行った。演目は、 イップセイのジョン・ガブリエル・ボルクマンで、ボルクマンにはサダンジが扮し、他にサダンジ一座の若い歌舞伎役者が出演した。王外の青年に自由劇場初演の様子が描かれている。以後、自由劇場は第9回まで行われ、前後して発足した坪内逍チ商用の文娩協会と共に進撃運動の走りとなった。自由劇場は当時の知識人に、 新鮮な感動を与えた。歌舞伎では、岡北郎川尻聖丹、真山聖華、長井花風、岡本喜道ら文化人と交流し幅広い活動を推し進めた。歌舞伎十八番の毛抜きや、鳴るみ四大滅りや南北作の謎体一寸、特兵や絵本五宝句など、長く上演されることのなかった演目の復活上演を行った。その一方、 新歌舞伎にも積極的に取り組み、岡本紀藤作の修善寺物語、番長皿屋敷、岡北郎作の今洋薩摩歌などの演目を、佐ン寺家のお家芸として、強化技局十種にまとめた。さらに父、初代、佐ン寺の当たり役だった、楠木修流花見、幕張丸橋中也、大敗小主選強者の馬場三郎兵。 カゴツル加害水星の佐野二郎左衛門などをはじめ、古典では、青とを花くれない彩画の南郷を力丸、三人、吉蔵狂い発害の和将、吉蔵、金で本中心蔵の大勢由良之助、肝進帳の富樫左衛門などを、自らの得意芸とした。立派な体格と、明快な功績で舞台を圧倒し、そのあたかも登場人物になりきった演技は誰にも真似ができなかったという。 六代目、小野菊五郎は、サダンジの芸を認め、自分は、到底及ばないと言って、同じ舞台には決して立とうとはしなかった。サダンジ一座の俳優と映前テイン監督と、金本中臣蔵の大聖由良之助の衣装のままの、サダンジ。中央は、大女で使われる、工場人形。モスクワ公演中、1928年。1928年。 独裁権力を握ったスターリンによる粛清の嵐が吹き始めていたソ連でサダンジは一座を引いて金本中心蔵の公演を行っている。これが史上初の歌舞伎海外公演である。その際サダンジは戦艦ポチョムキンの監督セルゲイ・エーゼンシュテインと知り合い以後進行を深めるようになる。役者が舞台や花道で見えを切るのを初めて見たエーンシュテインは楽屋に サダンジを訪ねると、あのようにして、観客の注目を一心に集める見得は、映画の技法における、クロースアップと同じで、実に興味深いという有名な感想を残している。帰国後サダンジは、ロシア文学をもとにした、翻訳劇を次々に上演した。一方のエーゼンシュテインも以後の監督作品に、歌舞伎的な演出を取り入れた。特に晩年の傑作、イワン・ライテイでは、 主人公の岩見四世がクロースアップで見栄をする場面など全編にわたって歌舞伎的様式を垣間見ることができる作品に仕立て上げられている。ありがとうございます。